現実感というか、全く人が入ってないところでこう自然を楽しむっていうか、その中の一部に釣りがあるっていう、そんな感じなのかな。まあ食料とか積んで夜寝る準備もして、でその中にそのバックパックのごく一部にさ、ほんのごく一部に釣り具を積んでいったらさ、やっぱ面白いわけじゃん。ただのキャンプじゃなくて、そこに釣りっていうさ、レジャーが入るとさ、なんかそういう非現実的に持ち込める釣り具を作ったっていうのはやっぱでかいやな。フィッシュマン TV トラウトディビジョン今回はですね、北アルプスものすごい珍しいヤマトイワナ狙いに来ました。今回のアングラーはフィッシュマンプロスタッフ西村と AUX の松野くん連れてきました。で、このヤマトイワナどういう魚かっていう説明すると、まあ綺麗なイワナです。このアルプスの山中にものすごい狭い上流域にのみ陸封された原始の昔から姿の変わらないイワナがいるということで、今回1泊2日天泊で狙いに来ました。もう車止めてからここまで1時間ぐらいかかったんじゃないでしょうかね。ところがどっこい、これからまだまだあと2日あるわけです。さあこの2人、ヤマトイワナどんな感じでキャッチできるか乞うご期待。アラフィフ寸前のおじじクタクタです。まだこれからあと2日あるんだね。この新潟の川とさ、全然こう形相が違ってさ。違うね。違うね。いや、新鮮だね。新鮮。ほんと。ワクワクするわ。ほんとに。あ、食料が。すげえ若い頃に全然別の山系のヤマトを釣りに行ったけど、やっぱりそういうとこもこんな感じでさ、山の奥だったよな。ああ、なるほどね。だからやっぱそういうとこに完全に陸封されて、そのまま他の種類のイワナと混血しねえで綺麗なままでいるわけさ。まあそれ貴重なわけだ、ヤマトイワナってのは。今回のオラのタックルは源流に持っていくといったら、これビームスエクスパンの 43LTS 4.3 フィートの振り出しロッド。オラの今回のメインタックルはこれ、ザックの脇の間にこうやって刺して持ってこれるから非常に便利。僕はですね、ビームスブランシェアの 48UL をメインに今回使っていきます。まあ川幅もね、そんなに狭くないんで、まあビンディングのしやすさとかも考えて、ちょっと長めのロッド使っていきます。まあせっかくね、ヤマトイワナ、あと人生でどれだけ釣りができるか、何度来れるか分かんねえような、まあメモリアルなフィッシュ、かっこいいタックルで釣りたいからね。実は今回これメインタックルだけど、このザックの中にブランシアの 39UL リミテッドとアンバサダーも持ってきた。すげえ魚をね、明日はそれで釣りたいね。天場でまあ一泊して、明日まだもうちょっと釣り上がるから、その時は 39UL でやってみたいな。カッチョエのいい魚を取ればね。ねえ、あと夜のうまい飯。あ、そうね。まあ山で食う飯うまいからね。何食ってもうまいからね。うまいね。こっからはまだしばらく天場へ行くまでは荷物を背負ったまま釣りするから、今回はね、いつものマルチシステムベルトではなくて、普通に登山用のザックを使ってますが、マルチシステムベルトのこういう風なポーチは、そういう風なバッグにもね、こういう風にアタッチメントとして付けられたりするから、これ便利です。この中にはね、ルアーがこんだけ入ってます。こんな感じでかっこよくブリキの缶でやってきました。今回のルアーはたったのこんだけ。
まあかっこいいのをねセレクトしてきたからね。自分のいつもの釣りをここでやってみて、で例えば流れが強いからこのルアーいつものルアーじゃスタートルアーじゃちょっと入らないなとか思ったらその都度アジャストいくって感じ。とりあえず自分たちの得意な釣りでやってみて、うん、だね。いつもの釣りやって、それで釣れば丸だけど、うんうん、全くもってこの川はうちらにとっては未経験なわけだから、そう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 、自分の釣りから始めてあとは現場にどんどんアジャスト、うん、していく感じか。あそこいいね。あジャックガードと釣りがしづらい。水が綺麗だな。しかし俺今魚見えたよ。いた。いたよ。その流心にいるわ。あ見えた。いやなんか触ったな。ほらいるね。お口つかまんない。うん今はねあの右側の泡の下にいた。もう一回なくてもいい。ここでそうね、ここでそう。すげえ、なんか魚がわさわさわさってついてくるような絵面が見える。どうだろうな、手前からここ一本取らんとちょっとあれだな。おや、じゃあ俺に打たせておくれよ。あ、その日の最初の一匹っていうのは貴重だからね。あの岩盤の切れ目、ここ通して反応なければ次かな。いるんだろうけどね。出そうじゃない？深い。でもちょっとレンズが合わないかもな。どうだ。ちょっと手前から一発入れてもよかったかな。いた。いたね。いたでしょう。真っ黒いのが。いたいたいた。あの大岩の角に隠れた。あーこのラインじゃない。違う魚いないかな。一匹追ってきたね。また違う魚だ。お、食った。来た。よし。さあどっちだ。どっちでもいいよ。え？どっちでもいいよ。まあね。あ、でも黒いぞ。すげえ黒いぞ。一個だね。とりあえず今日一匹目釣れました。ね。この子はね、ヤマトと日光の混血、うん、ちょっとファイトスポットが薄くなってるけど、まあちょっと虫食いも消えてて、放流の日光とヤマトのまあ混血っていうことで、この川は日光とあのヤマトが一緒に混在してるから、こういう魚もまあ出るぞと、うん、まあ仕方ないことで、うん、まあこれもこれで一つのね、あの楽しみもでもあるかもしれないけど、本当はね、純潔のヤマトを取りたいですね。でもまあ一匹は一匹なんで、うん、ありがとうございます。維持します。よし、じゃあサイズアップと純潔ヤマトを狙ってまた上がっていきましょう。この河川も随分と下流の方なんかは日光岩名がやっぱり放流されてるらしいんですよね、遊魚のために。そうすると日光岩名って上流へどんどん遡上していくから、上流にいるヤマトと下流から来た日光は混血することがあります。
なのでさっきみたいにやや混血という答えが出ます。これがかなり上流へ行って水がどんどん冷たくなってきて険しくなると日光が登れなくなって純血のヤマトが生き残ってるって感じになるわけですよ。そういうふうな最上流の流域まで行ってヤマトイワナの核心につきたいっすわ。とりあえずはこの滝をまだ越えないと。こういうふうな源流に来るとルアーを入れても引ける距離、有効に引ける距離が短いからね、キャストは正確に、ルアー操作は精密にってやっていかないと本当にヒットさせるチャンスが少ない。ここは深いからヘビーなルアーだな。近くて流れが急だからそこに張り付いている魚にルアー見せられるかどうかっていったら難しいな。これ来たんじゃねえか。ほら来たんじゃないか。これはすごいぞ。これは真っ赤だぞ。え、ヤマト、これどう。来たヤマト、来た、やっと来たか。うわすげえ、俺も初めて見たよ。すげえ、ここの川の、うわすげえ、すっげえ綺麗。もう本当に白斑が一つもなくて、いつも、いや日光で見ているあの視点がもう朱を通り越して赤に近いんだね。これは綺麗だわ。やったリリースしますよ。またこのアルプスの源流に戻っておくれ。写真撮らせてくれてありがとうさん。またいつか会いましょう。お前よし行け。よっしゃやったやりました。ヤマト完璧。これなんか違うくねえか。いや違うくなくねえんじゃねえの。いやこれ日光ヤマトっぽいぞ。ぽいぞ。あっやった。うん違う、がっつり混ざってるやつだね。やったついに。うん違う、これは違う。やった。ここはいそうだな。いそうだけども、来た。どうだ。いやこれはもしかして、いやどうだ。よっしゃ。いや微妙じゃない。これも微妙じゃない。
8匹、これ何匹目かな、何匹目か分かんないけど、やっとなんかヤマトっぽいヤマト釣れました。まあ明日また1日あるんでね、あのもっと血の濃いやつ狙っていきたいと思います。あの滝を巻くんだから、そう今日はこれぐらいにしといてやろうって感じ。まあ大体満足しました。うん、数はもう一等賞だね、まあ、今日、うん、まあ初場所なんでね、うん、なんかそんなにあのあまり欲張らず、まだ朝に持ち越したいと思います。はい、セキュー、早い、はい、一日釣り上がったね、相当釣り上がったね。そうっすね、もう下界はどこって感じだもんね。とりあえず初日はお腹いっぱいかな。で、今目の前にでかい滝があって、あれ巻かないと上に行けないみたいだから、もう今日ここをテントを張ってしまって荷物を一回畳んで、明日の朝ここに荷物をデポして身軽な状態、あれ上行ってみようか。そうしましょう、うん、というわけでここを今日の天場とする。というわけで天場に着きました。今ねかまどを作ってちょっと火を起こしてやや安定したかなっていうところで、今がねもう午後の3時前、そろそろ沢だと暗くなるから荷物を開封して寝床の準備をしなきゃいけない。というわけで僕の今回の荷物を開封します。まずこれは朝一着ていた雨具、明日の朝も必要かな。でこの中にはいろいろ入ってるんですが、これクッカー、調理器具の類が入ってます。で紐はものすごく貴重品、こういうふうにザイルなんかもね、これあるといろいろ組めるからね。あと夜間の照明、ランタンとかもあるけれど LED が便利です。いろんな食料、保冷剤入れて冷やしてきました。米とか玉ねぎとか、これもここで、あとは天場で楽するためのサンダル、スペアのリール、酒、お、松野くんお願いしていいか。お酒は重要です。あと天場でくつろぐためには一日ウエットスタイルで着ていたから体を沸かした方がいいので、実はこういうふうにドライパンツを持ってくると便利です。くつろぐのがね重要です。これがねグランドマット、ケツの下に敷くマットだね、多分グランドだね。これがこうやってケツの下に敷いて楽するやつね、こうやって。これがないと石とか冷たい葉っぱの上に座ることになるから結構きつい。でこれがタープ、頭の上にかけて夜露をしのぎます。タープはね2枚持ってます。こういうふうに自分の頭の上、仲間の頭の上というふうにスペアがあると便利です。焚き付け困ったけど、これ燃やせばよかったけど、これまな板です。コンパネのまな板、あのプラのまな板もあるけれどプラだと滑るんですよ。なのでこういうふうなコンパネのやつを自作した方がいいと思います。これが今回のオラが寝床、これね、ででーん、ハンモック、地面で寝たくないからハンモック。今回はこれそこら辺の木にワイヤーかけて吊るします。で最後寝袋、マイナス5度まで対応しているのがこんなにコンパクトになってます。近年は実に便利。だいたいこれがね大きくザックに入っている道具かな。あとはいろんな小物とか便利道具とか救急薬品とかそういうのが入っていて、いましたね、今回持ってきましたよ。明日はねこれ使おうと思います。実はこの中にですねサンキュー UL リミテッドが収まっています。こんなやってね軽流源流に来るとタックルなんて交換できないから、おいそれとこう車へ戻って交換できないから、何か気になるものがあったらね詰め込んできた方がいいです。明日はこれでねかっこいい写真撮りたいなと思ってます。
こんなところかな。大事なのは、あとそうだ、刃物。刃物持ってないと物切れないし、巻き終われないし、調理できないので、大小2つの刃物を持ってきております。こんな感じ。調理したり、巻き終わったり。あとは、獲物って昔から迷信だとは思うんだけど、金属の匂い嫌がるというので、これね、寝るときにそこら辺にぶら下げておきます。お守りです。これ重要。こんな感じのが僕の天白装備です。この場合だと、僕一人だったらもうちょっと荷物を減らして、その分米をいっぱい積んで、4泊ぐらいまでは一人でやれますが、今回は、1泊2日で考えているので、こんな感じな装備です。食料品はちょっと多めに持ってきました。みんなで食べるのに。あ、重要なのが一つありました。渓流天白で釣りをするんであれば、これ重要なのが、これ、ヘッドライト。これがないとね、夜間何もできません。おしっこに行くこともできないので、ヘッドライトは必ずね、必要です。これ重要。というふうな感じの装備でした。開封の儀終わり。これから日も起きたし、寝床の作成に入ります。今日釣りしてる道中、ウド見つけたんです。ウドの株。この時期だとウドの新芽は食えないんだけど、こういう風なね、若葉、これありました。これね、ベーコンとか肉料理に入れると香りつけになってめっちゃうまいので、こんな時期に山菜にありつけるとは思わなかった。というわけで、これは玉ねぎとベーコンとウドの葉っぱの炒め物、味付けは塩コショウと、山の恵みをいただきます。熱いぞ、うまいだしょ、普通にうまいね。ウドだ、ウドだ。夏でも食えるからね、ウドの葉っぱは。これワカメが出てれば、渓流歩きしてるとき、ウドの葉っぱ見つけたら宝物だよ。このワカメで天ぷらしてもいいかもね。うまいね。それと塩だから、そこそこだから今30分ぐらいかかめたいな。チーズかけた方がいいよね。うめえわ。ああ、こんなとこまで重量物担いできた甲斐があった。まさかメスが傾いたよ。酒の辛みじゃないね。うまおはようございます。おはようございます。2日目の朝を迎えました。天場で朝はご飯を食べて釣りの準備をして、ちょっと先へ行ったところにでかい滝がありました。今日はその滝を高まえて上へ登って、あともうちょっと釣り登ってみたいと思います。あの滝へ登り越えるとき、年寄りをサポートしてください。頑張ります。今日はね、僕もね、タックルはね、色気を出して、サンキュー UL リミテッド、ブランシアのサンキュー UL リミテッドの、アンバサー 2500XC なんて、こんな色気を出したタックルを出したので、これでね、かっこいい魚が取れたら嬉しいなと思ってます。じゃあ、行こうか。行きましょう。はい。頑張ります。頑張ります。行ってますね。あ、来た。あ、キャッチした。あ、あ、なんかすげえオレンジ色だったぞ今。やったのではないか。朝一発目。本当はね、最初の一投でね、一回バラしてたんだけども、同じ魚が食ったのか分かりませんが、とりあえず朝一一本いただきました。ヤマトかな。主体も発揮しててめっちゃ綺麗。
ちょっとサイズは小ぶりだけど、じゃあ幸先のいいスタートですね。嬉しいね。うわー、ロッドひったくられたけど針かからんかったな。まだいるね。あー、くそー、かからねー。きたー。さあ、取ったー。これ来たんじゃない、これ来たんじゃない。やりました。俺2匹目純血のヤマト、背中がツルッツルでホワイトスポット虫食い犯が全くないやつ。同じとこ入れて3回ぐらいバイトしてきたんだけどかからなくて、やっぱこの魚張りがかり悪いなって思ったから一瞬食わせの間をつけて置いたらひったくっていきましたね。ドーンと。ブランシエラのサンキュー UL のこのレングスでこのサイズだとホワイトがすげー楽しいし、魚は貴重なやつだからものすげー緊張感でしたよ。うわすげー。あ、胸びれの白い線までオレンジ色してるんだ。これは綺麗だ。すごいね。感無量ってこういうことだね。完璧な一匹だった。ありがとうよ。もうね、最高。こんなところまで遠征してきて転泊して朝一あれっつったらもう言うことなしでしょ。来てよかった。朝一いい釣りができました。この滝を巻こうと思ったんだけど、その前に滝の下で釣りをした。2人してヤマトイワナキャッチ。というわけでまだ上あるらしいよ。行きましょう。行くでしょ。行きましょう。この滝山の中を巻いてもう一段登ってみたいと思います。フィッシュマンロッドシリーズ全般で言えることなんですけど、基本3ピースや4ピースなんかのマルチピースに作ってあります。なのでこのブランシエラ 3QUL もしかり、昨日僕が使ってたエクスパンの 43LTS しかり、今松野くんが持っている 48UL もパックロッドとしてパッと収納することができます。松野くんは、まあ、体力あるからロッドを畳まずに登っていきましたが、僕は畳みます。畳んで両手を開けた状態で両手でこの壁を切って登りたいと思います。そういう時に2ピースだとできないこういう風な肩に収納していくということが簡単になります。こんな感じで今ザックのねサイドポケットに収納しました。これで両手が開くのでここの岩のへつりも巻きも楽になるでしょう。よし行くぜ。フィッシュマンロッドのシリーズの中で渓流ベイトに向けたモデルは今現在ブランシエラシリーズとビームスエクスパンの 43LTS とありますが、 43LTS やこの 39UL あと 48UL みたいな均等に分かれたり、さ均等3ピースだったりテレスコのロッドこういうふうに持ち運びが簡単なので
源流の高巻、ヤブコギがある地域で活躍します。一方、付近島ではあるんだけど、しんなりしたテローンとした曲がりを持つゴーニーウエルなんかはもうちょっと開けた川で、例えば虫トップをやったり大型トラウトを狙う時なんかに有効です。このようにね、いろいろ渓流ベイトロッドを出してきましたが、それぞれのモデルに使い分けがあります。今回は源流高巻、ヤブコギ、あと写真の映え、ここら辺を注視して、僕は 43LTS、 エクスパの 43LTS とこの39UL リミテッドを持ってきて、松野くんは 48UL リミテッドを使っています。こういうものは源流域のイワナ釣りってポイントの距離が短いんですよ。キャスの距離も短いけれど、イワナがここについているのをここまでで食うぞっていうスイートスポットもものすごく短いんですよ。10センチマスにキャストして1メーター以内とか、そういう風なところに投げ込むのにピン打ち性能の高いベイトロッドが有利です。もちろんルアーをその距離の中で精密に動かさなきゃいけないので、操作性も重視されます。ルアーもその近距離しか動かないから、ルアーがすぐに動き出す、立ち上がりのいいルアー、そういう風なのが求められます。もう必要なピンポイント、短距離、この中でどれだけ精密正確な釣りを組み立てるかがヒットのキーになります。さあ、1本目ミスキャスト、 いいポイントほどね、やっぱ最初のキャスト、まあ、どんな釣りもそうだけど最初のキャストすげえ大事です。これミスっちゃうと、まあ、魚が口を使いました。ちょっとちっちゃかったのかな、フィッキングが甘かったんです。そこまでおったな。おきゃ。食ったけどちょっとちっちゃいかな。可愛いサイズ。まあ、ちょっと、まあ、ヤマトとはいかないけども、ヤマトの血が結構濃い個体、もう体色もあって視点もしっかり出てるね、うん、これも綺麗な魚、うん、あと 1.5 倍ぐらいのサイズが欲しいかな、うん、元気いっぱいでした。すげえでけえポイント、これは後ろから刻みたいな。絶対流れの後ろとかにもついてるべ。触った、いた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 、うわ、いいサイズがいた、追ってきた。あっしゃ、来たか、伊藤カラーのハンドメイドミノーでも釣れました。イワナは伊藤を食う。やったぜ、へへへ、嬉しいぜ。よし、おかえり、しばらく。松野くん、相当釣り登ってきたで、はい、いやそうっすね、あの確かの GPS とかで見たら標高が1400何十メーターとかさ、相当登ったで。ああ、普段やらない釣りだね。やらないね、ここまでの源流ってね、なかなか来ないね。だから魚もさ、色が全然違ってさ、山の魚って感じでさ、大きくても小さくても迫力あったわ。もう満足したわ、満足したし、今回の釣りはここでストップだね。これか、じゃあ一旦デポ地へ戻って荷物を最終点検してバッキングして帰りだね、車まで。そうですね、安全第一で。安全第一、うん、家へ帰ってただいまを家族に伝えるのが一番最重要、これだけ最重要だから、ただいまを言いに行くために帰ります。今回はこれで終わり、デポ地へ帰る。じゃあまた後ほど。松野くんさ、渓流釣り始めて何シーズンも経ったけどさ、はい、ああそうね、うん、この源流天白釣りの魅力って何だ、うん、
あーそうだな、やっぱね非現実感というか、全く人が入ってないところでこう自然を楽しむっていうか、その中の一部に釣りがあるっていう、そんな感じなのかな。なるほどね、うん、釣りだけが目的じゃないっていうか、もう自然をもう遊び尽くすっていう感じ、うん、まあ釣りがね第一なんだけど、うちらは釣り人だから、うん、釣り人だもんね、うん、そう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 、魚に会いに来てるのがまあ第一の目的なんだけど、うんうん、そうね、非現実的だもんな。そう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 、普段下流とかそういう風な渓流釣りしてるとさ、やっぱり人の踏み跡とか、うん、うん、そう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 、人の跡とかいろいろあるわけだけどさ、ないもんね。そう、ないね。荷物積んで、まあ、食料とか積んで夜寝る準備もして、うん、でその中にそのバックパックのごく一部にさ、そう、ね、ほんのごく一部に釣り具を積んでいったらさ、やっぱ面白いわけだ。あ、そうだね、ただのキャンプじゃなくてそこに釣りっていうさレジャーが入るとさ、そう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 、なんか、うん、そういう非現実的に持ち込める釣り具を作ったっていうのはやっぱでかいやな。まあそうだね、ツーピースのロッドだと本当昔ツーピースでもね、そう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 、ちょっとねきつかったもん。それが3ピースとかテレスコになったらもうより楽になったもんね。そうだね、うん、確かに釣り竿って長物だからどうしてもね山奥に持っていくにはちょっと奥になっちゃうけど、それがね、うん、ちっちゃくなって楽になったもんね、うん、こんなだもんね、うん、うん、そう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 、うん、そうなるとねやっぱよりね、うん、よりね、やっぱ上に ね行きたくなるよね。わかる、やっぱそういうなんだろう、どん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 、自分たちが入ってきない入ったことないこう2階の地にね行きたくなるっていうのが、うん、多分源流の釣りの魅力なんじゃないかな、うん、そうね、やっぱ釣れる魚もやっぱ全然下流の魚と違ってやっぱ個性が出てきてね、うん、なんていうか野生的だよね。ああ違うね、うん、それを見に行きたいがためにテンパックしてコンパクトなパックロッド積んでここまで来るわけだもんね、うん、まあ、だからこの2日間大和岩登ったけどもう十分満足じゃね。楽しかった、楽しかった、楽しかったな。またいつか来たいね、うん、じゃあそういうことで片付けてきれいにして帰りましょうかね、うん、帰りましょう。よし、僕が今回持ち込んだタックラー2セットあります。1つはこれ、ビームスエクスパン 43LT です。 4.3 フィートのテレスコピックロッドで、数年前こういう風な源流を高巻きしたいという目的で作られたロッドです。まさに今回はその目的のために使われました。そこに一番僕の手持ちの中で最速のギア比のリールを乗っけてます。やっぱり源流だとアップストリームで投げることが多いのでギア比は速い方が有利です。まあ、エクスパンもこのように収納できるので、これをザックの中に忍ばせてきました。これが一つ目、初日に使いました。今回の2セット目のタックル、欲張ってザックの中に忍ばせてきました。ビームスブランシュエラ 39UL リミテッド、まあ、もちろん皆さんご存知の通り見た目のかっこいいロッドなので、そこに載せるリールもアンバサダー 2501C 左巻きのアンバサダーを持ってきました。かっこいいでしょ。これでかっこいい魚と並んで写真撮ったらいいだろうなと思って、倍のためだけにね重量物を積んできましたけどね。これもこういう風な3ピースのバックロッドなので、姉妹寸的には先ほど紹介したビームスエクスパンと大して変わりません。なのでザックの中に忍ばせてくる兆候にもこれ持ってこいです。源流だとやっぱり川幅短かったり、ポイント投げる距離は短かったりするので 3.9 フィートのロッドで十分な飛距離が出るし、張りがあるので精密なルアー操作ができます。そういう風な2本を今回は持ち運びました。はい、今回、タックル私が使った竿は、ビームスブランシェアの 48U ですね、これの特徴としましては、飛距離と操作性、これを兼ね揃えたロッドになりますね。源流っていうとやっぱり細いヤブサバとかそういうのをイメージしがちなところもあって、もっと短いロッド
でもいいんですけど、実際に釣りする上でラインのメンディングとか、そういうところに着手すると多少やっぱりロッドの長さがあった方がライン操作がしやすくなりますね。そういう面ではこの48っていう絶妙な長さ、これが源流域でもやっぱ生きてきますね。でティップもグラスティップになってるんで、あの噛みつき系のイワナのバイト、これをしっかり取るっていうところも特徴でもありますね。僕はもうどこに行くところでもあのこの 48UL すごく重宝するんですけど、もちピント3ピースなんでうちで出している、ロッドのソフトケース、これでも綺麗に収まって蛍光性もバッチリです。僕が一番トラウトロッドの中でやっぱりオスロッドっていうとこれになるかな、すごくお気に入りですね。どこでも重宝します。